こんにちは。向田邦子作「霊長類人科動物図鑑」より「伏せ」を2回に分けてお送りします「私のすぐ前を酔っ払いが歌を歌いながら歩いて行く」「土佐の高知の張間屋橋で坊さんかんざし買うを見た」 後姿と声の具合では50年配のサラリーマンらしいせっかちな立ちなので私は先へ行きたいのだが「よさこいよさこい」いい機嫌で歌いながら右へ左へ蛇行しているのを追い抜くのも悪いと思い後ろからゆっくりと歩いていった。酔っ払いはまた土佐 とと同じところを繰り返している「聞いているうちにふと私は坊さんが何か買っている光景を見たことがなかったことに気がついたかんざしどころかタバコを買うのも見たことがない本を買うのも靴を買うのも坊さんが靴というのはおかしいとお思いであろうが近頃の坊さんは お彼岸ともなるとスクーターに打ちまたがりけさや衣をひるがえしながら段家から段家を駆け巡っておいでになる見たことがないしそば屋へ入っておそばを食べているのも拝見したことがない運が悪くて私だけが見ていないのであろうか坊さんで私が拝見するのはお伏せを受け取るときだけなのである。 身内にお寺さんがいないので詳しいことは知らないのだがお布施というのは渡すのも難しいし受け取るのもかなり技術というか年季のいるものではないかと思うまず供養をお頼みする前にかなり生臭い相談があるつまりお供料の金額を決めなくてはならない。 この頃ではお寺さんもコンクリート作りになり境内で英語塾を開いたりマンション経営までなさる進んだ方もおいでになるというがいかに経営の合理化が進んだからといってお給料の請求書というのはまだ聞いたことがないからこちらで適当に決めさせていただくのであるこれくらいでいいんじゃないかねえ 誰かかが体の影で何本か指を出す。「うーん」と言い合わせた一同はまずうなっておいて周りの人間の反応を確かめる「お給料というのは親の供養の場合は大抵兄弟が出し合うということが多いので下手に口を切るといろいろ差し障りがある。 「一回きりって言うんならそれもいいけどねあと四十九日一周期三年七年」「はじめに何するとあとが大変なんじゃないのそれじゃあこんなもの?」「親戚一同この時だけはやっちゃばのせり人みたいになってやたらに指を出し合う」 やっと金額が決まってそれぞれの分担額も決まりごそごそと財布を出しかけたところで「ちょっと待ちなさいよ」。用心深いのがダメ押しをする住職さんならそれでいいけどさ息子さんの方だとなあああこの間までジーパン履いてギター弾いてたあれか 幅持たせて顔見てからにした方がいいわ亡き人を心から痛みながらもこのような一幕があるのである今日はここまでといたしますありがとうございました私もお坊さんが買い物するところは見たことがありませんが新宿の雑踏の街角で傘をかぶって立ち たくつされるお坊さんが携帯電話で話を始めたのを目,目撃してちょっと驚いたことがありましたではまた。